はい、皆さんこんにちは、マナルグルビッシュです。では今回はテルトクの決断をパープゲート PS2 版日本軍プレイの続きをやっていきたいというふうに思います。前回までの攻略目標に指定していたジャワ沖の攻略作戦が終わって、その作戦報告とともに、臨時報酬みたいなものはもらったんですが、すでに、内政を行って、新兵器の開発とかにお金を使ってしまったので、もうお金がほとんどないという状態になっています。なので、今回はですね、もうこのまま、次の作戦目標に指定された、こちら、南太平洋の攻略に当たっていきたいと思います。で、南太平洋に、派遣する艦隊なんですが、一応第3艦隊からですね、第10、さらに、第7と、いう艦隊をね、送っていきたいというふうに思っています。では、ちょっと提督をね、任命しておきましょう。乗っていないところがあれば、提督を乗せていっちゃいましょう。まあ、ただ、ほぼほぼ乗せてはいるので、そうですね。生存提督は全員乗っているので、じゃあこのまま、作戦を開始していきます。ちなみに、航空機の配備状況だけ確認しましょうか。空母の方は全員90を超えてるね。正規空母の方にね、しっかり艦載機が乗ってれば大丈夫かなと思います。では時間を進めていきます。南太平洋攻略作戦です。ここあたりからもうさすがにアメリカ軍の艦隊が出てくるんじゃないかなという警戒感はしっかり持ってプレイをしていきましょう。今まではね、イギリス軍との戦いだったので、まあ、イギリス軍があまりアジア方面、艦隊を出していなかったと思われる、状況から、艦隊戦になることがほとんどなかったんですが、こっからはもうアメリカ軍との、ガチンコの殴り合いというね、空母同士の殴り合いになる可能性が高いので、しっかり索敵を行って、敵の位置を確認しながら進んでいきたいと思います。じゃあまず、早速偵察機飛ばしましょう。敵の艦隊がいそうな中域、海域ですね。中心に偵察機を飛ばしていきます。どうしてもね、ギレンの野望のロケハンを頻繁にやっていたんで、中域っていう言い方をしちゃうんですが。で、一応ね、索敵方針は哨戒活動に入れつつ、敵の艦隊を発見したら、敵の艦隊を。で、敵の艦隊が発見できない場合は敵の航空基地を狙っていきます。航空隊発艦。まずは偵察機が出ました。早速敵の艦隊発見したね。そしたら航空隊を早速飛ばします。敵の艦隊、敵の航空基地も発見してる。そしたら第10艦隊だけは、いやー、第10艦隊も敵の艦隊多いな。どこの艦隊だ。アメリカ軍だな。無傷というわけにはいかなそうですね。アメリカ軍艦隊です。航空隊発艦。航空隊発艦。了解。空撃で第3艦隊、空母艦隊になってますからね、しっかり仕留めてもらいましょう。さあ、味方の空戦隊が敵の艦隊の上空まで到達。どれくらいダメージを与えられるかはちょっとクエスチョンではあるんですよね。何？空母が大破？早くないか？マジかー。赤城は撤退だな。
違う違う、撤退だよ撤退。クーバー鍵を撤退させましょう。クーバーを失いたくないので、そしたら第三艦隊の空母からの艦載機は一旦的な飛行場攻撃しに移りますか。で第七艦隊も攻撃戦で挑みましょう。いやなかなか厳しい戦いになりそうだね。敵正規空母撃沈成功、でかいね。赤城がね、もう最大級の艦載機の搭載数を誇ってるんですが、ちょっと待ってね、ここで第三艦隊の方に敵の砲撃艦がやってきてるね、戦艦部隊が。これに砲撃食らうとかなりまずいので、第十艦隊がボロボロだな。第十艦隊をちょっと横から突っ込ませようと思ったんですが、それも厳しいね。どの空母が大破？クハ。今度は加賀、蒼龍か。蒼龍も撤退させるしかないね。蒼龍が沈められるぞ、このままだと。第十艦隊が壊滅したね。味方の第十艦隊です。ちょっと第三艦隊の操船を、誤ったな。敵の戦艦部隊に張り付かれるとは致命的だな。なんとかここしのがないと。第7艦隊の救援を待ちましょう。第3艦隊はただただ北へと逃げる。第7艦隊が救援に来てくれそうですね。なんとか間に合った。空母を失わずに済みそうです。正規空母を失わずに済みそう。第7艦隊はこのまま
第三艦隊空母艦隊との間に入って攻撃戦で残った敵の艦隊を潰していきます。ギリ間に合ったなって感じだね。第三艦隊に残っている残りの正規空母から出撃してくれてますね。航空隊が確認している。ほぼ壊滅させたでしょ敵の戦艦艦隊を。そしたら龍城はもう退避させよう。軽空母龍城中破、まだ戦えなくはな戦えそうな感じではありますけどね。で、代わりに第7艦隊は敵基地へと突入していきます。攻撃で敵基地を仕留めよう。龍城は撤退です。で、あと撤退させなきゃいけないのは飛龍も中破か。総龍は撤退でしょう。厳しいけど飛龍撤退だな。飛龍総理赤城と撤退させていきます。まあ、ここは絶対正規空母を失いたくないので致し方なし。龍城も軽空母ですが退避。なんとか空母を失わずに済んでるので、このまま敵基地を攻撃して、空母の損失がないままで、ね、なんとか終えたいですね。味方の一応爆撃機が敵基地頭上に到達して爆撃をしてますけど、ちょっと火力がね
正規空母4隻投入したうち3隻がもう撤退行動に入ってるので、正規空母1隻からだけの爆撃となると少し火力不足、時間がかかりそうだなという、そういう展開ですかね。なので夜間のうちに爆撃で、しっかり削っておきたいかなっていう感じがします。了解。もう一回攻撃できるかな、第3艦隊から。了解。第7艦隊龍城からももう一波、ちょっと距離的に届かないかなという感じもしますが、一応出します。龍城はもう撤退完了しようかなっていうところまで来てますもんね。龍城の撤退が完了しましたね。空母を絶対失わないぞっていう意味ではね、まあ、ここまでなんとか空母を失わずに来てはいますが、ちょっと前半の空母艦隊に敵の艦隊の接近を許したというのが本当に良くなかったですね。味方艦隊より入電。敵の雷撃機にカメラを合わせてますが、どこを狙ってくる？あ、そのまま戻ったね。もう夜になるので、このままね、しっかりと夜間のうちに敵の基地をね、破壊してしまいましょう。駆逐艦ごときのな、艦砲射撃じゃきついよね。一刻も早く第三艦隊の来襲を待ちたい。了解。ここにはね、従順に軽順にと、まあ、ある程度火力が見込まれるものが入っているので、しっかり夜のうちに、敵の飛行機が飛び出す前に敵基地の破壊を終わらせたいところですね。ちなみにあのハーツオブアイアンを、マンザガンの方はロケハンしかちょっとまだできてないんですけど、一応あのやっぱり海軍の要素がだいぶ増強されているなっていうところで、設計とかもちょっとやってみたんですけど、まあ、自由度っていうよりかはまあ、ステラリスにちょっと近いような、まあ、同じ会社が作ってるんでね、当然そうなるのかなっていう部分はあるんですけど、ステラリスに近いモジュール設計タイプの、艦船設計になってましたね。なのでモジュールをどんどんアップグレードしていって、より大きな、ものに変えていく、より大口径のものに変えていくっていうところなんですけど、ただ見た目はね、あの設計してるぞっていう見た目の、UI にはなってるので、そういう意味ではね面白いかなと思います。まあ、この提督の決断に関して言うと、まあ古いゲームというのもあってそういった要素もないので、まあ、最近のゲームではね、ちょっとそういうシミュレーションゲーム数としては減ってきているのかなっていう印象があった中では、ハーツオブアイアン4のマンザガンの、まあアップグレードに関して言うと、まあ本当に正統派というか、期待通りというか、まあそういったものになっているんじゃないかなっていうのが、まあちょっとね、1時間ぐらいロケハンした感じの印象ですね。ハーツオブアイアン方のしっかりプレイの方やっていきたいと思いますので、興味ある方いらっしゃればね、そっちの方も見ていただければなというところの雑談をしているうちに、敵基地あともう6分の1、7分の1というところまで、減らしてきたので、この後敵の艦隊がまだ残ってるかどうかですね。海域に撤退をしていてくれればこのまま終了、もし撤退していなければ敵の艦隊の追撃戦に移るというところになると思います。なので一度追撃できるような体制に移りましょう。
とは敵の残存部隊がいるはずだということだな。ではここからは索敵の方針を紹介活動に変えて敵の艦隊の発見を急ぎましょう。了解。味方艦隊より入電。このままね、敵の艦隊を発見できずにいると、せっかく、ダッシュした、まあ、占領した飛行場が台無しになるよって言おうとした矢先に、敵の艦隊が撤退をしたようです。南太平洋の海域を確保。まあ、味方の艦隊のダメージも大きかったので、一度ね、艦隊を引き上げる必要があるかなと思いますが、まあ、ただ、空母に損害がなかっただけ、マシかなというところはあります。ではちょっとね、内政をしっかりやっておきましょうというところと、傷ついた艦隊をしっかり再編しておきましょうというところですね。まずは第10艦隊という名のもとに第3艦隊から傷ついた空母たちを集めてオーストラリアで直しましょうというところですね。一つは第7艦隊でも一隻しかいない状態になってるね。となると、これもう第7艦隊として残しておく必要性を感じないので、第7艦隊は第3艦隊に合流させましょう。で、第3艦隊は南太平洋で一旦警備体制に入りましょう。で、一方、第10艦隊ね、傷ついた艦隊なんで、これ一旦オーストラリア一番近いので、オーストラリアでドック入りします。あと忘れないうちにしっかりと配備、航空機、空母、加賀に乗せましょう。爆撃機を配備する。もうこれ以上乗せられない。違う、もうないんだね。97式の艦爆が6か。微妙だな。偵察機を球団式からちょっと変えよう。もったいないんで。いやー、変えようがない。ちょっと待って、そうすると生産からやりましょうね。航空機の生産からやりまーす。お金はあまりないので、艦爆から。救急の艦爆。これを30機。で、攻撃、97の観光。これも30機。で、戦闘機は21型。これを最前線でただ1機、空母で頑張ってもらう、加賀へと配備していきましょう。雷撃機を増やす。で、あとは国勢、物資援助。ここはいつものアルミだな。アルミに余裕があるっていうのも珍しいけど。で、技術支援を、技術投資はお金がないので薄く入れますと。で、兵器開発なんて持ってんのか、お金が全然ないので。で、
第9艦隊という名のもとに、ここにね、2配備艦から、艦を増やしましょう。長と、軽空母が3隻と。ということで、だいぶこの第9艦隊、陣容が厚くなったんじゃないかな。では、さらに、配備もしちゃいます。航空機ですね、空母。ちょっと飛行機の数が全然足りないんですけど、お金的に結構しんどいよね。航空機をさらにじゃあ生産する？足りないのが、艦爆がちょっと数絶対的に足りなそうだったんで、もうこれで本当にお金すっからかん38円になりましたね。では、その今作った第9艦隊を最前線、マーシャル沖へと動かしましょう。で、第一艦隊はどうなった？回復してるんだったら、第一艦隊も最前線に移したい。移せるね。第一艦隊、第二艦隊も最前線に移しましょう。マリアナ沖へ。第二艦隊は、小笠原沖へ行って、ちょっと心配なのがやっぱりここかな。南太平洋が一番心配ですけどね。南太平洋に残るのが1個艦隊だけ。で、まあ、果たしてこの南太平洋がしっかり守りきれるのかという、心配はありますけども、まあ、できるだけ早くね、ドックから戻しましょうというところですね。オーストラリアに入れたドックから、修復した正規空母3隻、軽空母1隻を戻せば十分戦えるかなというふうに思います。ではね、キリがいいので今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、この続きをプレイしていきましょう。いよいよハワイ攻略を視野に入れた作戦を行っていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況とあとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。